プレリミナリーファイト第1試合 K1 スーパーバンタム級3分3ラウンドです。スーパーバンタム級は55キロリミットです。改めまして放送席解説はスポーツライター中村匠さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまずは注目画面左赤コーナー江川優希ですね。そうですね、プロの戦績も無敗ですし、すごくね本当こう可能性感じさせる選手なので、この試合もプレリミナリーファイトですけど、はい、すごく注目の一戦と言っていいですね。うん、今1回2回とポーンとコーナーで飛びました。さあ第1ラウンドのスタートです。赤いグローブがパワーオブドリーム江川優希、対するリングのセンター左のインローから入っていきます亮太、青いグローブです。さあ中村さん、はい、対する青コーナーの亮太なんですが、プロ戦績12戦、かなりキャリア積んできてますね。そうですね、ちょっとまあ黒星が多いんですけど、結構このキャリア浅い時から今のトップ選手たちと結構試合をしてきたことが多かったので、うん、そういったところでちょっと戦績が響いてるところあるんですけど、右のボディから左のフック、つなげていきます。ローキック打ち返すんですが、亮太中に入ってボディの連打から右のストレート、プレッシャーをかけていくのが江川です。まあ、江川選手、このやっぱりパンチがやっぱり何といっても一番の武器で、このボディブローがすごくうまいんですよね。なのでそこからの起点に攻撃を組み立ててくると思いますし、やっぱり亮太選手はまずサウスポーなので、左を蹴ってこのパンチの距離に入らせないことがポイントだと思いますね。うん、おっしゃる通り亮太はこの左のインローを多用してまいります。試合の立ち上がり第1ラウンドです。今度は左のハイキックを放ってまいりました。ただどうですか、これ江川がかなり距離近いところでプレッシャーかけてきますよね。はい、そうですね、ここでボディ連打からダウンを奪いました。ボディでダウンを奪った江川、レバーブロー入りました。立ち上がることができないか亮太、苦悶の表情、決めた。プロ6戦目ナックアウト勝利、無敗は続きます江川優希、まさに怪物江川と言っていいかもしれません。まだ18歳の新鋭、幕開けにふさわしい鮮やかな勝利、江川優希選手のノックアウト勝ち。改めてただいまの試合、1ラウンド1分15秒、1ラウンド1分15秒、中村さん、はい、ボディでしたね。そうですね、蹴りで距離取ろうとしたんですけどね、うまくプレッシャーかけてボディ一撃で倒して、まあ、この、ね、江川選手、間違いなくこのスーパーバンタム級、まあ、タケル選手が、ね、王座返上してしまったんですけど、このスーパーバンタム級で、ね、間違いなくこの K1 のトップまで、ね、上がってくる可能性を持った選手だと言っていいと思いますね。江川は2013年の10月26日15歳でデビューをしました。以来これで6戦5勝1分け 3KO、 未だ負けなし、今後非常に楽しみな選手が出てまいりました。江川優希1ラウンド1分15秒、亮太からナックアウト勝ち奪っています。